はい、どうも皆さん、こんちゃっちゃ、オラくんです。高田さんがね、やっぱ手加減をしたら面白くないと。いやー、なんかおまおじさんはすっげー手加減してるって噂なんで、今日はもう手加減をしていないおまおじさんを楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。これお願いします。おまおじさん連れ越えて高田さんのキルでってことですよね。そう、マージさんは両方関われるから、まあいいんじゃない、ローラーということで。うん、あ、そうする、うん、そう、マージインポスターで日付けがインポスターじゃなかった場合が負けちゃうからやだ。俺釣った時点で終わらなかった場合って、魚刺しでどうなの？あ、証拠決めていきます。あ、だからネロ慎太郎の二陣が追ってなかったから、あの抜けてるっていう話だ。え？一インポスターって言うから負けないよ。いやー、お前さん、もっと行きましょうよ。そうよ。なんでもっと自信持って。考えることが多いね。考えることが。いや、もう、魚お前やって今言うとこったやつか。ほんまに。しちゃえっと。なんだ、あんた。おかげで。ネロちゃんです。あら、そうなんだ。あ、それ違った。僕あのタンクで見えちゃってるネロちゃんの名前が、右から左に行って高田さんの後をつけるように言ってるんだ。ナイス。もう停電中だろうが。タンクが光るんじゃこのゲームは。タンクが。そういうことか。これ話をさ、総合するとプテヤスさんの視界が広くてインポサって話よね。そうです。あれ。そうですよ。あのデーモン感が出てたのがデーモン感に入れました。めちゃくちゃイライラするこの釣られ方。なんでそんなに言ったの。めちゃくちゃイライラするわ。デーモン被害者ですね。